今日は朝早朝と午前中午後の3回練習で、今週結構そういう感じでやってるんですけど、まあなんというか、まあ、オリンピック前とは比べたら全然比べ物にならないんですけど、まあ、でもいい感じに追い込んでできてますし、まあ、新入生入ってきて、まあフレッシュな感じの、あの本当にいい雰囲気で練習してるので、まだまだ強くなれると思います。まあ、あの考えながらレスリングをやってるので、まあ、なんていうか自分のなんていうか感覚的なもんでやってたところを、まあ、なんていうか理論付けてできるようになったし、そういう面ではスキルが上がってるというふうに思ってます。きついですね。ベリベリタイヤード。そうですね、やっぱり体力的には3回練習で追い込んでる期間なので、まあ、きついんですけど、その中でもそのスパーリング自体はすごい集中してできてたので良かったです。そうですね、結構気ままにレスリングしているので、いつも、はい、そうですね、自由に心がけて練習しました。自分の実力はしっかりパフォーマンスという面では出したと思うんですけど、すごい終わってからは悔しい部分もあったり、なんていうんですかね、満足したわけではないんですけど、自分のその時のベストパフォーマンスを出したと思うので、もうあれをその次のステップに生かしていければいいなと思います。スマイルボールモニア、本当に印象は腕取りが強いっていうイメージ、まあ、自分が攻めきれなかったのはちょっと範囲かなっていうのがあるので、銀メダルいらねえと思いましたいや、なんか銀か、金じゃないんだな、あんだけ頑張ったのになと思って、もう一回頑張ろうって感じ